社長はどうしたんですか。最近ね、現場で工事をする前に、はい、やっぱりいろんな道具をさ、使うじゃん、現場で。その時に忘れ物が多いんよね。でいざ仕事をしようと思ったら全く作業ができない。特に坂本、坂本、あいつがね、忘れ物が多いんよね。ちょっと一回それ、部長、一回坂本にちょっとヒアリングしてもらっていい？わかりました、ね、はい。じゃあちょっとよろしくお願いします。じゃあちょっと話聞いていきます。はい、坂本、あのね、はい、社長の方からちょっと相談を受けてさ、はい、はいはいはい、お前現場行くでしょ。はい、ね、現場に行った時にちょっと忘れ物が結構多いの。はい、まあそうですね、人現場に1、2個結構忘れてるよ。はい、そもそもさ、はい、その忘れたことのある品物は何を今まで歴代忘れてくことがあるの。もうそうですね、水平器と脚立、うん、ペンやらコンベックスです。ライト、あとはインパクトを持って行ってビットを忘れたり、差し金、カッターですね、休憩の時に使うコップですね。よし、坂本、分かった。ちょっとどうやったら忘れ物がなくなるかとか考えるわ。はい、まあ頑張って。今日もまたこの後現場行くのに忘れ物しないよね。わかりました。はい、はい、お疲れさん。ありがとうございます。聞いてきましたよ。うん、で種類がめっちゃあるんですよ。うん、一番忘れてたが、うん、ボールペンらしいんですよね。ボールペンで、うん、このボールペン最近忘れなくなったんですって。うん、でなんで忘れなくなったのかっていうと、うん、あのヘルメットに、うん、あのボールペン引っ付けられる子供みたいなのがクリップね、あるじゃないですか。あれをつけるようになって、うん、忘れなくなったらしいんです。なるほど。でこれねなんかこう、まあちょっと社長に相談して、いいアイデアないかな、うん、まあちょっと忘れたことのあるやつ、うん、言っていきましょうか。ああ、ちょっと言ってみて。まずね、カッター。まあ先ほど言ったボールペンですね。うん、ビット、あの、インパクト用のビットですね。あと、水平器、差し金、スケール、ライト、コップ。まあちょっと笑っちゃいましたけどね。分かった。基本的に、まあヘルメットは被るよね。被りますね。これに何かを工夫して、いければいいかなと。店内に行って、はい、どんな感じで解決できるのかっていうのをちょっと探してみようかね。わかりました。よし、じゃあちょっと行ってみよう。はい、じゃあちょっと店内行こうかな。はい、ビットやろ、コンベやろ、水平器やろ、なんかないかね。なんかちょっといいアイデアがない。とにかくそれがいつも常備できてればいいよね。そうです、もう必ず忘れない、必ず忘れないように常備できてたらいいよね。はい、はいはい、あればいいよね。あればいい、手元に。なんすか、それを。これちょっといけそうな気がする。はい、本当ですか。ちょっと行ってみろ。これ話題のゴリラボンドか。ゴリラボンド、ちょっと行ってみましょう。わかった、はい、完全に今回のお悩みを解決、ゴリラグルークリア。はい、ね、はい、これヘルメットは絶対かぶっていくやろ。はい、かぶっていうことは、はい、これを全てヘルメットに取り付ければいいよね。はい、それをね、はい、それをこの今話題のゴリラグルークリア、はい、接着剤ですよ、強力接着剤、はい、これでひっつけて忘れ物を防止したいな。いや、金属、木材、石材、陶器、プラスチック、ガラス、すべていけます。ヘルメットにその小物を、ね、そう、全部ひっつけて、ひっつけて、そしたら忘れない。頭いいやろやりましょう、やりましょうね、はい、強力接着剤、しかも耐水よね、はい、雨の日でも、はい、いけるっていう、はい、ただね、これね、一回、はい、その商品をひっつけるときに、はい、あの商品ひっつけるやつって書いてます。え、商品っていうか忘れ物をひっつけるときにはちょっと若干濡らさなきゃいけないんで、はい、ちょっと準備だけしてくるね。はいはいはい、それからちょっとゴリラボンドの説明をして、はい、実際、はい、忘れ物防止ヘルメット、はい、第1号を作ってみたいなと思います。めっちゃ優しいですね。優しいやろ社員思いやろ。社員思いですね。ね、 OK です。はい、ちょっと準備ができました。はい、説明書を読むとね、使用方法、はい、接着面の汚れ、錆、油分などを必ず落としてください。はい、そして、湿らすって書いてあるね。金属、プラスチック、ガラスなどを湿気を含まない素材には霧吹きや濡れた布を使って片面をわずかに湿らせてくださいと。で次に塗る、はい、ね、はい、片面接着するところにこのゴリラグルークリアを縫い伸ばしてください。最後固定する、貼り合わせて重しなどで接着部を2時間ほど固定して、24時間置いといてくださいと。
完全に後悔します。はい、じゃあ実際やってみます。はい、ちょっと用意してきました、はい、水ね、はい、それから愛情あふれるヘルメットが今から変わります。リストがあったね、はい、コンベックス、ペン、ビット、カッター、差し金、水平器、このライト、いつでも電池が切れても使えるようにこの ライトいくよ。コップやろ。コップ忘れるよ。コップね。これで大丈夫やろ。厄介なのがあるんですよ。キャタツ。キャタツやろ。キャタツか、キャタツがな、ちょっとな、どうしようかな。今回のコンセプトでキャタツちょっと難しくないですか。キャタツがあればいいやろ。キャタツがあれば、はい、ちょっとキャタツもこれじゃ見せた方がいい。どう、もちろん見せた方がいい。見せた方がいい。だって無理じゃん、無理ですもん、ヘルメットにキャタツは。え、そう、はい、この間丸尾からもらった丸尾まあ誰か視聴者の方は分からないと思うんですけど、丸尾からもらったキャタツがある。これこれ、え、これガチャガチャであるやって、はい、これも長谷川さんのキャタツですよ。あ、足軽、足軽乗れないでしょ。でもいいね、 あればいいやろ、キャタツが。ね、いいですか、趣旨変わってきた。これだって全て作られる現場で。じゃあちょっとまずちょっと簡単なやつからいこうかな。はい、まず差し金いきます。はい、そんな万能なんですか。だってこれだよ、塗ったけど、はい、割とね柔らかい感じ。これで押さえるよ。コンベも重いもんな、やっぱちょっと長谷川足軽副社長見てる。ということで作業終了です。喜んでくれるといいな。忘れ物なくなるといいな。24時間、はい、置いてみますね。恋人にプレゼントを渡せるな。心境ですね。心境、喜んでくれるよね、これ。あ、来た。はい、ちょっとここにちょっと座って。すいません。すいません。今日俺坂本のためにさ、ちょっと部長と2人で、はい、プレゼントっていうか、はいはいはい、もっと仕事に、はい、励みが出るっていうか、はい、2人で考えてね。で、昨日一日作ったよ。いいんすか。うん、それをちょっと坂本にね、ちょっとプレゼントしようっていうのね。え、マジっすか。うん、全てのものをオンボールした、はい、ヘルメットを作ったわけよ。どう？めちゃかっこいいじゃないですか。ね、なんすかこれ。ペンもビットもさ、全部あるんよこれ。はい、で休憩時間に飲むコップもあるよね。すげえ。すげえでしょ？え？キャタツもあるじゃないですか。キャタツもあるよ。キャタツお前これ登っていいよ。ライトもつくよほら。ね？床下とか潜る時もこれライトついて。ヘッドライト付き。うん。スケール持ってる。わ、すげえ。頭から。カッター持ってる。で、休憩時間これ飲みながら、ね。これ、アンテナを伸ばして、ほら、お。あ、すげえ。聞こえる？聞こえてますけど。ラジオも聞ける。うん、ペンも使えるよ。え、ん？ペンはこれ頭で書く。頭で書くか。もしくはこれで書く。どうだことこれ。嬉しいやろ。いや、めっちゃ嬉しいですね。リスももし落ちた時のために、これ予備ね。予備のリス。予備。これ予備。めっちゃかっこいいじゃん。かっこいいやろ。ね。しかもこれ僕のヘルメット。これもう終わりですかね。いや、終わり、終わりじゃん。始まりや。始まり。お前始まりや。ちょっとかぶってみ。うわ、いいね。めちゃいいよ。いや、めちゃいいよ。え、なに頭めちゃおみいっすね。いやいやいや、そうなるよ。そうなるね。めちゃおみいっすね。あ、ってこともあそこに俺だもん。めちゃよし。いるこれ。いるって。もし、あなたの会社の困りごとがあったら、これでひっつけてみてください。なさこと。よかったね。すごかったっすね。